さんこんこににちちは健康についいいてちょっとと続きを話したいと思います、えー、今回のタイトルは「治療家が病気になって思ったこと」ということであの3つお話しさせていただくんですけどその3つについてのテーマは、ま、こちらがその運動してくださいって、ま、指導した時に「ま、でも」とか「だって」とか言われた時ということなんですけど、ま、そういうこと言われることはないんですけど、ま、運動してもその習慣にならないとか まあやってもらえないとかそういうものもまあ含めてでもだってとかっていうあのことで考えていただければと思いますで私がえー、っともともとその学生の頃からその30年間ずっとヘルニアでまあ今回ねロードバイクで激しく追い込んだことでまたヘルニアが再発してでちょっとそういうのも経験して ヘルニアの手術も経験してみたいなということであのやってみてですね、まあ、いろいろ学べたんですけど、あのーまあ、それでねこう自分だってやっぱりその指導してる立場だけど、まあ、ヘルニアになったりもしますしそういう時にねふ、あのーまあ、普段指導してること がその自分でもできるのかどうなのかっていうのが今回突きつけられたと言いますかねあのまあなんとかかんとかその普段自分が指導してる手前もあってねあのやったんですけどまあそれはそういう立場というかまあいろいろ普段ねその治療してる立場なのでまあやれたっていうのもあるんですけどねまあ、全然その そういうのに携わってない人がね実際できるかどうかっていうのはちょっとまあ本当に難しいことなんだなっていうことを自分がそのヘルニアになって手術したことで体感できたというお話ですね。で2番目のそのリストラになって精神的な余裕,余裕がない時に運動できるかっていうことでまあ今、まあ、職を失ったわけじゃないんですけどまあその降格というかね あの配置転換というかまあ事実上のリストラって考えてもいいかもしれないんですけど、まあ、そういうのがね23年続いてるんですけどまああのまあそういうのでねあの波があってあのまた最近その落ち込む波の、まあ、ボトムの方に来てるんですけどあのそういう時にねあの、まあ、精神的に余裕がない時に。 まあ本当正直言ってその運動どころじゃないんですよね、うん、だけどそのまあそういうストレスに対して立ち向かうにはやっぱり健康じゃないとダメじゃないですかで健康にはやっぱり規則正しい生活をしてあのした方がやっぱり健康的にいいんですよやっぱり精神も安定しますしねで普段あの余裕がある時はそういうふうにあの 朝早く起きてその散歩をしてとかまあしっかり働いてとか夜はねまあしっかり寝てとかまあご飯だっておいしく食べられますよだけどそのまあプレッシャーをかけられた時にねあのそういう普段できてる健康生活ができないじゃないですかでストレスに対抗するねその緊急事態の時こそ そういういね備えなきゃいけないコンディションを整えなきゃいけないのになかなかそんな中でねこう運動したりとか良質な睡眠をとったりとかっていうのは難しいですよねだからそんな時ほんとどうしたらいいのかなっていうところですよねでまああの、まあ、ここではちょっと患者さんって言わせてもらいますけど、まあ、患者さんがその 私のところに来ていろいろこう、まあ、痛みについてとか相談するわけですよね。でそういう時にこっちはその教科書的に「まあ、運動しなさいね」とか「体重落としなさいね」とか「まあ、安静にしてくださいね」とか「こうしてください」とかっていろいろ生活指導するわけじゃないですか。でそう言われてもできないんだよっていうこともやっぱりあるんだなっていうかね。自分がそのリストラになって 精神的に余裕がなくなって追い込まれた時にまあそういう、うん、規則正しい生活とか分かっちゃいるけどできないっていう時があるんだなっていうのをまあ実感できたということですねでまあ3番の困難に直面した時っていうのもそうですよね、まあ、この場合はその健康についてじゃないんですけど普段からあの、まあ、こうするといいとかああするといいとかっていう、まあ、理想っていうんですかね あるじゃないですかで困難に直面した時に自分が試されるわけですよね。でその行動を取れるかどうかっていうことが試されてるわけですよあの。やっぱり勇気がいるじゃないですか。そのまあ、行動を起こすとか、まあ、その理想っていうんですかね理想的な行動を取るっていうのはどうしてもこう勇気がいることだと思うんですよね。で困難にに直面した時にその自分が 試されるっていうんですかね、まあ、前にもこれは動画上げたんですけどあの実際本当に自分が行動するっていうのは難しいことなんでねあのそういう時に困難にぶち当たった時にまあ本当に痛感しますよね自分の弱さだとか、うん、でまあ,あのこの3つねあのバラバラなことでバラバラなことのようなんですけど 実はその共通してて、ああいかに習慣にするかなんですよね、例えば運動だけで言ったら、運動、健康に関することで言ったらね、運動、睡眠、栄養ってまあ,あると思うんですけど、これってまあやっぱりルーティンというか、習慣にしてないと、本当にいざという時まあ精神的に追い込まれた時 こそそこそ体調を整えることが大事なのにまあやっぱりできなくなるんですよねでますますドツボにはまってってしまうんで、まあ、いかにその健康習慣を日頃からルーティンにしておくかっていうのがあの大事だなと思いますでルーティンにすること習慣にすることでたとえねこうプレッシャーかけられてもやっぱりそのできるんでね運動とかも。 まあ、私なんか今、どっちかっていうとそのプレッシャーかけられてる時だと思うんですけどやっぱり健康のためにはここで寝ておかなきゃなんないなとかここで運動しておかなきゃいけないなとかって思うんですよね、でそれに普段ルーティンになってるんで、まあ、気がかりなことがあるんですけど、まあ、運動始めちゃうと、ね、ちょっとすっきりしたり、まあ、一時的ですけどそれ気がかりな、ね、ことを忘れられたりできるんで。 ああ少し歩ってよかったなとか、自転車に乗ってよかったなとか思えるんですけど、まあそれもね、やっぱりこう、ルーある程度ルーティンになってるから、その、まあ精神的なね、あのストレスを抱えてる時でもできてるのかなっていう、まあ、ことなんでね、まああの、皆さんにもそこはちょっとお伝えしたいなと思いましたので動画にしました。えー、よかったらまたご覧になってください。よろしくお願いします。